ちは。カウネーネ。ちょうどミントオイルを持っている。使ってみるか。これは万民堂の客に勧められたものだ。我も試してみたが、ミントを噛むより眠気に効く。ふん、失礼。待って、神格ネーネ、そこは？見ろ、聞いたぞ。目をカウネーネ、大丈夫？お水飲む？何か口に入れて調子を整える？大丈夫です。ただ全身に寒気が。そんなに効果抜群だったか。寒気、寒気、どうしよう。師匠は心静かなればおのずと涼しいって言ってたし、逆にカウネーネの心を弾ませてあげたらいいのかな。その言葉ちょっと使い方が違う気がするぞ。少し良くなってきました。先ほどは寝てしまっていたのでしょうか。いつの間にかお昼寝の時間になっていたのかもしれません。昨夜はあまり寝てないのか。カーンはそうなることが多い。主も万民堂の店員になれば毎日10時ちょうどに退勤できる。おやすみません、私が聞き逃してしまっていたのなら失礼なのですが、こちらの方は。俺のことか。俺はガミン、氷局の表紙だ。ガミンさん、その名前には覚えがありますね。総務士の人から聞いたことがあります。仕事の合間でも積極的に皆さんのお手伝いをたくさんされているんですよね。ちょっと照れるな。私はカウ、こちらは神格で、この子がヨーヨです。お、よろしくな。会えて嬉しいぜ。そういえば、みんなカウンおばちゃんのタコ教室に参加するのか。タコの作り方を学ぶんだよな。我はそうだ、タコ作りもタコ揚げもどちらもしたことがないが、師匠が教えてくれるのなら我は学びたい。友達と一緒にタコ揚げの大会に参加したいんだ。それに自分で作ったタコの方が思い出になるでしょ。お前のお友達は来ないのか。ナナはね、ここ数日白先生と一緒に忙しくしてるみたい。あ、そうそう、今日は包帯とお薬を持ってきたんだ。竹串をいじってると指を切りやすいからね。お、気が利くんだな。私は、その、皆さんほど熱心に学びたいわけではありません。もともとは出来合いのタコを買って、解凍祭当日に皆さんと一緒に街の賑やかな雰囲気を楽しもうと思っていました。ただ、龍雲神君はいつも、私たちのことを気にかけてくれています。自分のことよりも私たちのことを大切にしていて、一番いいものを常に持たせたいと考えてくださっているんです。はあ、ですから龍雲神君の親切心と苦労を無駄にはしたくないと思いまして。ですが目的は違えど、私も全力で取り組むつもりです。みんな偉いな。で、こんなに話してるのに当のカウンはどこにいるんだ。まったく、
こらえ性がない声でわらわを呼ぶのは誰だ。おいらだ。お茶聞いてたのかよ。師匠は途中で近魚焼きをたくさん買ってたんだ。みんなで分けて食べよ。まだ、ごめんなさい船長のお姉さん。お前って一番賢くて一番すごい、誰よりも綺麗な仙人だ。の人生幸せだぜ。うむ、こうしてみると生徒の人数がそこそこおるな。班分けをしよう。みな各自で相方を見つけてくれ。材料は全部ここにある。普通の染料と蛍光染料には別々の札が貼った。タコ作りの具体的な手順とコツについては先ほど食べながら。おいら食べるのにもちゅき、いつも頼りになるぜ。わらわは木陰で休んでおる。何か困ったことや話したいことがあればいつでも声をかけるとよい。急いで作り始める必要もない。髪お兄ちゃん、一緒に作らない？え、俺も作るのか？あれ、タコに興味ないのか？いや、そういうわけじゃなく、そうだな。なら、蝶々がいいかもな。そうだ、蒼玉はどんな絵柄がいい？そっくりに作るのは難しいんじゃないか？挑戦してみたい。だって芸獣かわいいんだもん。よし、じゃあそれにすっか。龍おばちゃん、ほら見て、こんな感じ。うむ、悪くない。骨組みがしっかりしておる。この模様は、そう、ついついつい完成を楽しみにしておるぞ。ヨーヨーはタコを何色で塗るんだ？まだ決めてないんだ。青山柄ならヨーヨーのお友達に似てるけど。わらわの意見を言うのであれば、金、贈り物なら相手の好みを考えることが大切だ。ヨーヨーの友人はヨーヨーに似ている山柄のタコを欲するであろう。まだ誰にも。おばちゃんだから少しばかり経験が豊富なのだ。うわあ、すごい。じゃあ早速髪。うむ、わらわはそばで見ていよう。お前たち、わらわよりのんびりしておるが、タコはもうできたのか？まだ作り始めて。よもうすぐ完成するぞ。その神格、次からはもう私の角に何かを塗ったりしないでくださいね。すごく敏感なところなので。なるほど、すまなかった。覚えておこう。ええ、もう大丈夫ではありますが。そうか。もう一度触ってもよいか？今度は何もつけない。カウン先輩の角の手触りが、かねてから気になっていたのだ。え？私のことは先輩と呼ばなくていいと言ったのに。いいでしょう。そっと触ってくださいね。硬くて温度はあまり感じない。我が以前噛んだ薬剤に似ているな。関羽の体がかすかに震えている。猫がヒゲを触られた時のような反応だ。この辺でやめておこう。
よし、では次から額に塗るのはどうだ。今度からなるべく外で昼寝しないようにしますので。まあそろそろタコを作りましょう。後で龍雲神君が進捗を尋ねに来るでしょうし。そうですね、一番伝統的な模様にしましょうか。うむ、カウと神格って仲がいいんだな。邪魔しないでおこうぜ。行こうぜ、オイラたちもタコを作ろう。ツバメ飛びなら曲がった竹串が結構必要になりますね。あ、折れた。ツバメ飛びなら曲がった竹串が結構必要になりますね。あ、折れた。じゃあ俺が骨組みを作るな。風よ散れ。タコを作れるようになったらユエーグエイの絵を描いたのも後で作ってみたいな。リュウンおばちゃんがくれたユエーグエイ、ヨーヨー大好き。それはよかった。まずはどんな形のタコを作るかだよな。おい、なんで急に一人で笑ってんだよ。まあなんとなく予想してたけど、オイラのタコならお前が道に迷わないように、それから途中でうまいもんとか面白いこととかに出会えるように見守ってやれるぞ。でもそれだけじゃちょっと芸術的な加工が足りないような。よし、次はどんな表情にするかだな。タコって空を高く飛ぶもんだから。わあ、はっはっは、タコ揚げ大会の優勝はオイラがいただいたぜ。よし、決まりだな。さっ、ふぅ、やっと完成だ。モデルのオイラがちゃんと可愛いおかげでパイモンダコも、あとは糸を結びつけるだけか。みんな、こちらに集まってくれ。さあ、わらわに見せてみるといい。カウネーネと神格ネーネのタコはツバメ飛びなんだね。すっごく綺麗。うん、色も師匠の色と似てる。尾の部分を閉じればそっくりだな。あれ、
よく見ると羽の色がはみ出てるところがあるぞ。もしかしてカンオが色を塗るときにうっかり寝ちゃったのか。そこは我が塗った。じっと髪を見つめながら思案していたが、師匠の他には鳥の色が思い浮かばなかった。鶴の姿の師匠と過ごした時間が長かったからだろうか。そう言われると、おっ、そうであろう。マジかよ、目を閉じてても絵が描けるなんて。わらわを思う神格の気持ち。ガミンさんと双玉の芸獣のタコはとても凛々しいですね。空を飛ぶ姿はきっと迫力満点だと思います。目と耳が光るんだ。ようやの金山ガラパン。竜雲おば、旅人のタコは？じゃじゃーん、これだ。眼中無人なこの感じ、よく描けておるではない。もう大会で優勝を勝ち取ったって感じ。遅かれ早かれそうなるしな。あれは軍玉閣でしょうか。ん？よくもわらわの縄張りで許可もなく堂々とタコを。なかなかの度胸だ。しかも、なんという粗悪なからくり。これほどの肝っ玉の持ち主、わらわが出迎えてやらねばな。お前たちは糸を結びつける作業を続けている。わらわはすぐ戻ってくる。シンくん、旅人さんにパイモンさん、竜雲シンくんについて行っていただけませんか。師匠大丈夫かな。いえ、そうではなく、タコの持ち主が心配なのです。前方に雰囲気があるぞ、風に乗っていこうぜ。タコの持ち主が無事だといいのですが。師匠はきっと手加減するはずだ。心配しなくていい。ふむ、フォンテーヌのからくり装置は実に奥が深い。感心しておる場合ではなかろう。どうするのだ。少し気をそらした間にタコが見えなくなったぞ。そう慌てる必要はない。最後にタコを目で追った時、どこへ向かったか覚えて。奥蔵さんの方に飛んでいったはずだが。まさかとは思うが、なんとなく嫌な予感が。考えすぎだ。今頃竜雲は町で弟子の世話をしておるか、洞府にこもって研究に没頭しておるはず。タコに気づくわけがない。しかし風がなくとも飛ぶ仕組みは実に興味をそそられる。からくりの観点で言えば、
龍雲の仕掛けの術にも引けを取らないのではないか。気をつけろ。万が一龍雲の耳に入れば、借りているからくり調理神器を即刻回収される。お尋ねしますが、このタコはお二方のものでしょうか。だから言ったであろう。どうするんだ。我を見るな。タコは二人の合意のもと一緒にあげたものではないか。ミスイ、黙ってないで何か気の利いたことを言え。我が言っても火に油を注ぐだけだ。黙っ。一時的にしのげても長くごまかすことはできぬだろう。あの、タコを受け取ってこい。無理だ。お、そうですか。仙人のか。ああ、なんと仙人、仙人様のおわすところでタコをあげるとは、一体誰がそんなことを。その通りです。我々はたまたま景色を眺めていただけで、そう、ミントの鑑賞をしていたんです。他に何もないようでしたら、これで失礼させて。うん、やっと追いついたぜ。あれ、昨月とリスイじゃんかよ。こんなところで何やってんだ。なお、なんか変な空気だな。おいら構わぬ。二人の正体はとっくに分かっておった。ということは、二人の老友が楽しいひとときを過ごしているというのに、わらわが怒るわけないであろう。属世の者が新鮮に映るのも理解できる。はあ、祭りの雰囲気に浮かれてしまってな。しかし龍雲の仕掛けの術といえば上で客人を待たせておるゆえ、旅人パイモン、しっかりついてこい。来た。もうヘトヘトだぞ。あれ、あなたたちが離れた後、ヨーヨーと総玉はタコをあげに行ったのですが、しばらく遊んだら眠くなったようです。それでガミンさんが彼女たちを家まで送ると申し出てくださいまして。だが彼が先ほど言っていた言葉の意味を我はあまり理解できなかった。お？ガミンは何て言ったんだ？タコがどんだけ高く遠くへ飛んだって、所詮は糸に操られてる。この言葉を口にし、確かに、ガミンさんはタコに対して少し変わった思いを抱いているような気がします。自分自身を重ねる。もし我がタコだとすれば、我にとって糸は、そのつながりはとても細く、遠く離れたものではあるが、もし糸がなければ、我は帰るべき場所を失ってしまう。主の言うように、ガミンがタコに自分自身を重ねているのだとしたら、なおさら理解に苦。人それぞれ立場や経歴、考え方は異なりますからね。辛いものを好む人もいれば、辛いものには一切口をつけられない人がいるのと同じようにか。ええ、だからこそお互いを理解し合い、寛大な心で接し合うのが大事なんです。何の話だ。寛大な心がどうのこうのと聞こえたが、話に入り損ねたようだ。
ンってほんとどんな情報も聞き逃さないんだな。少しばもう日が暮れる。休養がなければ残って食事をとっていくといい。リュウンシンくんの手料理をいただくのは久々ですね。うん。心配無用だ。肉も野菜も揃っておる。おダメダメ、ザオ茶とチコ魚焼きはとっくに消化したからな。神格カーン、ついてきてくれ。なんでこそこそするんだよ。まさか二人にボス料理を運ぶなら。はっ、風よ散れ。足に風が当たって寒いですし、なんだか恥ずかしいです。髪飾りはちゃんと止められたでしょうか。出る前に龍雲神君にもう一度見てもらえばよかった。どうだ。え、そんな堂々と聞くなんて。上品でお前たちにぴったしだな。当然だ。リーユエで最も腕利きの裁縫師に頼んだからな。神格とカーンは最近何色を好んでおる。最近の我は黒が好きだ。ふむ、わらわが手塩にかけて育てたで汚れが目立たない黒の良さを。カーンはどう。私は黒と青どちらも好きです。その素材着心地も悪くないだろう。はい、タコだけでなくこんなに貴重な怪盗祭の贈り物までいただけるなんて、お心遣いありがとうございます。師匠に感謝する。お前たちが気に入ったのなら何よりだ。普段からそれを着るといい。カーンは料理の腕をまた一段と上げたな。特にこの黄金カニだけど、衣はサクサクで身には甘みがギュッと詰まってたぞ。ガミンがいなくてよかったぞ。もしあいつがいたら。ガミンにはタコのことで来てもらった上に、午後は総局の面倒まで見てもらった。仕方がない。龍雲神君に認められる人物なんてそういませんよね。わらわの基準は高いからな。ガミンは将来有望な人材だ。わらわはその際に可能性を見出しておる。彼は自分を縛りつける糸から解放されたいようだった。糸、それはまた何の比喩だ。万民堂で働き始めてから新しい言葉をいろいろと身につけたようだな。どこから説明したら。家族とあまり仲が良くないことは耳にしておる。実はあいつ家で何そのようなことがあったのか。話していいのかな。あいつに怒られないといいけど。そのようなことが。これは放ってはおけぬ。
怪盗祭は目の前だぞ。変化を求めるのにゆっくり進んでいく暇などあるものか。そういえば先日裁縫師を探していた時、深淵大将ミヌのことを思い出した。あやつは裁縫の天賦に恵まれておってな、生地の選定や仙人の集まりの場で抜難は我々女人にこっそり不満を漏らしたことがある。ミヌが仕立ててくれた服は華やかな見た目とは裏腹に丈がな、それでわらわ、その後はっつまるところわらわが言いたかったの、まだ手を打つ時間はある。諸行無常、苦難や不足の出来事は、言ってることは、龍神君、何か案はあるのでしょうか。ふむ、戦術を使うか、いな、仕掛けの術。こたびの我に何かできることは。そうか、皆の力に頼るのも悪くない。妙案を思いついたぞ。まずはこのようにして、して皆は、うん、ではおのおの準備を済ませ、